老中というのはどうしてもそういう名門か気取りでいるから、そういう将軍に関して取りともすればそういう異を唱えることがある、正直にきちっと立ちはだかるような実力のある人間、ただ蕎麦用人やお蕎麦御用取り次ぎだってだけではなかなか難しい、政治的力がなければいけない、でそこで田沼意次というという